はい、どうも、一平垣表です。1986年公開、トップガンから36年、待望の続編、トップガンマーベリック。見てまいりました。劇場のね、平均年齢はめちゃくちゃ高めでしたね。トム・クルーズ59歳と同じ年齢層のトップガンリアルタイム世代だろう先輩たちがね、たくさんいらっしゃいましたね。ちなみに僕はね、前作トップガンは15年前ぐらいに一回見て、そんで3日前にもう一回見た感じの、にわかですね。はい。そんで、ちょっと前振り長くなってしまいましたけども、トップガンマーベリック。僕の感想ですが、マッドマック怒りのデスロード級の前作トップガンの弱点を超克服した、ちょっととんでもないエンタメアクション映画だったんじゃないのかなと思います。もう本当に血湧き肉踊るってこのことなのかなと思いましたね。で、そんでここから先はね、トップガンマーヴェリックがなんでこんなに血湧き肉踊ったのか、前作の弱点とは何だったのかについて絶賛ポイント2点にギュッとまとめてお話ししていきたいと思います。ここからはネタバレありの内容となっておりますのでご注意ください。それでは絶賛ポイント1点目、ストーリーの構成要素が厚すぎるってことですね。前作トップガンは正直な感想、あんまり面白くなかったんですよね。戦闘機 F14 の本格アクション映画と思いきや、女性教官とのいけない恋愛、トレンディードラマ要素が4割、ロッカールームとか砂浜でもマッチョ自慢が2割、どっちが成績優秀かの小競り合いが2割、そんで戦闘2割みたいな、こう謎にロマンス要素が強い映画だったんですけども、今回は恋愛は本当に1割未満、そんで訓練が5割、戦闘が4割みたいな、あくまで僕の体感なんですけども、超攻撃特化型の割合になってて、もう大満足でしたよね。しかもね、ストーリーの展開に恋人っぽい人からのアドバイスが生きたり、訓練生との交流が生きたりと、あとはこう前作からそのまま年を取ったキャラクターたちの関係性が生きたりと、無駄がないんですよね。前作のトップガンは女性教官との逆光のキスシーン、逆光というか部屋、暗い部屋でのキスシーンとかめちゃくちゃ長かったですからね。あのキスシーン間違いなく2分30秒以上ありましたからね。そんで2点目、これがめちゃくちゃ良かったと思うんですけど、劇中の戦闘機アクションのルールが分かりやすいって点ですね。前作のトップガンは、まあ、ちょっと前作が言って、ごめんなさい、前作の不満ばっかり言って、すいません。前作のトップガンは、マーベリックが天才っぽいのは分かるんだけど、何が一体すごいのか、いまいちよく分からんっていうね。アイスマンとの小競り合いなんかよく分からん。もう位置関係とか、どの戦闘機に誰が乗ってるのかよく分かんないし、何がどうなったらから、どうすごいのとか、何が起きたのとか、まあ雑。とりあえず飛んでる本物の戦闘機カメラで収めときました感がすごかったんですけども、今作はそこら辺の反省をおそらく生かして、そこら辺の反省点を猛省して、これから起こることのルール説明をめちゃくちゃしてくれる親切設計だったんですよね。なんならタイムリミットっていうね、めちゃくちゃわかりやすいリミットまで親切に設けて、マーベリックはこの2分30秒切れるけど他の訓練生は全然無理とか、 G のかかる状況下でのマーベリックと他の訓練生との違いとか、こう変な例えになっちゃうかもしれないんですけど、わかりやすく言うと、偏差値70のエリート訓練生と偏差値100の天才マーベリックみたいな、こう力量差をはっきりタイムとか訓練で見せてくれる。ついでに作戦について、そんで作戦のコツとかですよね、地図とか CG とかで何度も作戦を丁寧に説明してくるんで、谷をすごいタイムでとにかく飛んで、急上昇して、切りもみして、急降下して、ミサイル発射して、また急上昇して、敵のミサイルかわして、逃げるみたいな、こう作戦の攻略ポイントをきちんと事前に提示して、それを攻略するための練習訓練が繰り返されるっていう、本当に無駄のないストーリーテリング、わかりやすいストーリーテリングは、もう本当にスポコンにはうるさい僕なんですけども、すごい満足感ありましたよね。しかも F14 でいいのかな、 F14 っていう前作で使ってた旧式の化石みたいな戦闘機引っ張り出してきての第5世代戦闘機とのドッグファイトとかも最高でしたし、しかも乗せてるのがグースの息子っていう激アツ展開ですからね。本当に最初から最後まで楽しませていただきました。ということで、トップガンマーヴェリック、ストーリーの構成要素が抜群に熱いこと、そんで戦闘機のアクションのルールが分かりやすいことを2点、めちゃくちゃ良かったと思います。本当に絶賛です。他にもね、恋愛要素の行間、それこそ36年間の行間を読ませるような恋愛要素の作り方だったり、アイスマンとか教官との再会だったり、 F14 の残りの弾数とかね、分かりやすく盛り上がりましたし、緊急着陸ああやるんだとかみたいなのも面白かったですし、なんならヘルメットの柄も面白かったですし、もう楽しめた箇所めちゃくちゃありました。このためにね、ちょっとどうなんだとも思える前作はちゃんと本当に見ていてよかったなぁと思いましたね。それでは少し長くなってしまいましたけども、ここら辺で終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。一分映画表でした。